どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんにまた天才のデッキをねお見舞いしていこうかなと思っておりまして、今回はエクゾディアデッキなんですけれども、一切エクゾディアを揃える気がないマンによるエクゾディアデッキやっていきたいなと思います。一切エクゾディアを揃える気はありません。スキルはじいちゃんのカードという、まあ、エクゾディアパーツがね1枚ずつデッキに入るよというスキルを採用してるんですけども、このエクゾディアのパーツが魔法使い族である、そして通常モンスターであるということに着目をしたデッキとなっておりまして、今回のこのエクゾディアパーツ手札に来ることは一切ありません。まあ来てしまったら捨てます。リーマードとかで捨てます。手札に来てくることはほぼありません。デッキから墓地に送られ、そして墓地から除外される、これのみです。エクゾディアのパーツは、エクゾディアはコスト。まあこの大元のギミックはなんかランク戦で当たった人がなんかこんなようなギミックのデッキを使ってて、高等儀式術でじいちゃんのカードを送るっていう、なんか結構おもろいなと思って、で、送ってみてじゃあ何するかっていう話なんですよ。結局その高等儀式術っていうあのカード、これがじいちゃんのカードで投入した魔法使い族レベル1の通常の封印されしもののどうちゃらこうちゃらを墓地に送れるじゃないですか。これ何体送ってもいいんですね、高等儀式術っていうのは。で採用している儀式モンスターはマジシャンオブカオス、かっこいいですね、マジシャンオブラックカオス、そして、カオスソルジャー。これはなんでかっていうと、レベルが高いからっていうのとかっこいいからっていう理由だけです。あとサーチができるから、カオスソルジャーに関してはこれ何でもいいです。正直レベル8だったら何でもいい。一番いいのは魔法使い族だなこと。まあこいつは魔法使い族なんですけど、これサーチできないんで、まあ、一応カオスソルジャーを2枚入ってますね。これはもう混沌の場っていう最強のフィールド魔法でサーチできるんでね。なんで本当はサーチできる魔法使い、レベル8ぐらいのなんか、儀式モンスターだったら一番いいですね。で高等儀式術で、パーツを5枚、まあ4枚か、パーツ4枚封印されし者のどうちゃらを4枚墓地送って、でまあもう1個なんか8になるようにしなきゃいけないから、まあこの辺なんかその、ま、マジで何でもいいです。これは魔法使い族の通常モンスターだったら何でもいいです。で封印されしを引いちゃうっていうパターンもあるんで、手札にだからレベル4、まあ、もしくはレベル5ぐらいが入ってると、まあ、1枚とか2枚引いても、まあ、レベル合わせでねこの辺2とか入れておけばなんとかなるんで、まあ、これのレベルを合わせてなんとか送っていく、まあ、2枚引いてもだから大丈夫、この辺が引いてなければ大丈夫っていう風にしてます一応。で、まあ、魔法使い族を墓地送りますよね。で出しますよね、儀式モンスターを高等儀式術で。でそれだけだったらただ単に儀式モンスターが立つだけなんですよ。でもねここでちょっと待ってください。魔法使い族の通常モンスターが、もし、封印差し物の、ドーチャラが4枚と、このアクアマドールが送られてたとしましょう、墓地に。そしたら墓地に魔法使い族の通常モンスターが5枚あるわけじゃないですか。魔法使い族のモンスターで融合するとめっちゃ強いモンスターがいて、でそれがクインテッドマジシャンってやつなんですよ。これは魔法使い族の5種類使うと相手のフィールドをぶっぱ全部ぶっぱして、で4500っていう超高打点に、さらに、リリースできず融合サインできないし、効果で破壊されないと。だから、効果効かない、超融合効かない、ラバゴ効かない、みたいな。めっちゃ強いんですよね。でも、ワンキリも結構決まるんですよ、これで。で、これを出せる。どうやって出すか。マジカライズフュージョンという最強のカードがありまして、これが、いわゆる墓地から、素材を除外すると出せるっていう魔法で、これを、リューマードの守護者に持ってこれるんですよ。この、ギミック何が言いたいか、エクゾディアが過労死します。いきますよ、高等儀式術発動で、手札の儀式モンスターをエクゾディアをデッキから墓地に送って儀式召喚します。で墓地の、エクゾディアのパーツと、まあ、送った魔法使い族全部魔法使いですから、こいつらを除外して、マジカライズフュージョンでクインテッドマジシャンを出しますと。そうすると相手のフィールドを全部破した状態でカオスソルジャー3000とクインテッドマジシャン4500が並んでると、こういう状態になるわけですね。まあもちろんマジカライズだけじゃなくてね、こういう、ネクロフュージョンとかでもいいんですけど、まあ、これはなんでかっていうと、相手ターンにぶっ破したいっていう、そういう気持ちがありましてね、俺の中で。これまあ正直マジカライズフュージョンでも別にいいんですけど、先行取っちゃった時とかにいきなりクインテッドマジシャン出さないじゃないですか。だからそういう時のために一応その相手ターンにネクロフュージョンでクインテッドマジシャン出すっていう超かっこいい動きをしたいんで、これを入れていると一応、まあ、そんな感じです。でこのデッキ全部にサーチがあります。全部は言い過ぎか、ほぼサーチあります。
儀式モンスターはカオスフィールドサーチガール、で、マジカルスフュージョンはリュウマドの守護者でサーチガール、で、儀式魔法はソニックバトルサーチガールということで、サーチがめっちゃ豊富なんですよ。だからコンボパーツ3枚なんですけど、結構決まるんですね。これをね、皆さんにお見舞いしていきたいと思います。それではデュエルスタンバイ。では行きましょう。海馬社長、海馬くん、僕は僕の全てをかけて君と戦うちょっと表遊戯キャラクターに合わねえな俺。ダメだ、表遊戯感がねえわ。表、まあ、闇遊戯感もねえんだけど、やまあ、何感があるかと言われると、まあ、インセクト墓感か、まあ、闇魔陸感か、まあ、どっちかだと思うんですけども、あのもしね僕が遊戯王のキャラクターやるとしたら、まあ、どう考えても悪役でしょうね。悪役のなんか手下みたいなモブキャラみたいなやつでしょうね、やるとしたらやっぱ強えな、強えじゃねえか。なかなかカオスソルジャー来い、カオスソルジャー来いやる、よっしゃー、ボケか、お前はもう終わりだカオスソルジャーを手段に加えて、そして俺は手段から鳥を召喚するぞ。ソニックバードを召喚し、そのソニックバードの効果発動、ソニックバードの効果によってデッキより儀式魔法を手段に加えることができるぜ。これがリーマドの守護者を追っていたら自動的に集まった高等儀式術プレミアム加工の効果を発動。俺はエクゾディアパーツ4枚と、そして、謎の魔法使い通称モンスターの魂を埋葬し、一つの魂は光を誘い、一つの魂は闇を導く、やがて二つの魂はカオスの光を作り出す。カオスソルジャー降臨。そして俺は手札よりマジカライズフュージョンの効果発動、墓地のエクゾディアパーツ4枚と謎の魔法使いとかモンスターの魂をゲームから除外し、現れよクインテッドマジシャン。このモンスターは融合召喚に成功した場合、相手フィールド上のカードを全て破壊することができるアルティメットマジック。さあネオスフュージョンを使うことだな。よっしゃカードを1枚セット、バトルだ。もうネオスフュージョンはないな。カイバー楽しいデュエルだったよ。カオスブレード強すぎ、いや強すぎ強すぎ、エクゾディア可能死するわこんなもん。さあお相手の方、おかっぱ教授ですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、クロノスでホトワラさん、よろしくお願いします。デュエル3倍、手札はいいですよあれ手札はめちゃくちゃいいぞ。おい、勝ちだろ俺、勝ったろ、勝ったろこれ完全に。さあどうするでしょうか。来ないね。オッケーオッケーオッケー。あれか、あれなんじゃないんだね、スキル今キャステルじゃないパターンもあるんだね。これは何でしょうかね。砂桶光りますか、光りません。なるほど。活動コズミックサイクロンはどうでもいいですよ。あじゃない、あなんだ、攻撃可能系かな、ちょっと出してみよう。ソニックバード召喚は何もない、攻撃可能系か、あそれは勝ちですねそれは勝ち。高等儀式術の効果を発動、高等儀式術の効果によって俺は手札のカオストジャーモンスターにレベル8になるようにデッキから謎の通常モンスターをいっぱい墓地に送って儀式召喚、一つの魂がうんぬんかんぬんしてどうのこうの、儀式召喚現れよカオスソルジャー。そして手札よりマジックカード発動、マジカライズフュージョン、マジカライズフュージョンの効果によって墓地の封印採取者の、左右腕とかなんかいろいろを除外して魔法使い族モンスター5種類の魂をゲームから除外し、クインテッドマジシャンを融合召喚。そしてクインテッドマジシャンの効果発動、アルティメットマジック、相手のフィールドのカードを全て破壊する。おっとマジカシューカット、全くマジカルできないマン対戦ありがとうございましたマジカルできないマンかわいそう、魂のマジカルシューカットあったんだろうな、すまねえ。さあお相手の方、ミラーカー、じいちゃんのカードじいちゃんのがどっちが本物のじいちゃんのカード使いか決めようじゃねえか、俺の手札決まってるぞ。そして高等儀式術の効果を発動、高等儀式術の効果によって俺はカオスソルジャーのを降臨させるために、お前が欲しがってるこのパーツは全部墓地に送ってやるぜ。ほらよ、まあ、これで一応ね、そのね、あの闇の量産工場がなんかその2枚ぐらいあると一気にあの4枚回収できるんで、すげえ強いんですよね一応。まあ、あの封印されし、パーツ本体の方はクリッターとかでサーチすればいいんで、結構ね、あのなんだかんだ強いんですよ。
あのこの儀式高等儀式術エクゾディアっていうのは、まあ、回収しても回収しなくても強いと無の煉獄、あこれはね多分ねあの揃えるパターンのやつですね。あーなるほど、これどうせサレンダーされるか見てろ、どうされるか、これ持ってたこれ、ボタンボツ、多分ボツ、一応まあ喋るけど、ワンダーワンド、なるほど、まあこれでワンダーワンドで2ドローを、まあ、どうせサレンダーだよこれ、揃わねえもんそんな簡単に。で無の煉獄、はい OK、 どうぞご自由にどうぞ、あーどうぞ消火器使ったね、もう消火器使ったね、まあ、言うて結構辛いですからねこのドローソース型は、そんな簡単にね揃えられませんよ、そんなに簡単には揃わない。まあ、エクゾディアそんな簡単に揃われたらこっちも決、ま、あの困るってなりますからね。12枚でしょまだ。12枚放らないといけないんですよ。なかなかやるな。続いてんな。あと10枚か。やばいな。もう15枚放られたから。あ、やばい。だいぶ放られてる。ああ、なんか強い。で、そろそろ終わりでしょ。そろそろ終わるわ。多分。まだ行く？やるね。諦めろ。サレンダーだろ。シャッフルリボン。ああ、なるほど。墓地のなんかモンスターを蘇生するってやつですね。効果無効になるし、なんか攻撃できないみたいな効果あったっけな。で、なんかだいぶ強いな。反応強いじゃん。やるよ。なかなか。シャックリボン、やばい、強いね。まだあんの。ははは、は、なるほど。もうないでしょ、さすがに。まだあんの。やばくないやばくないちょ、いよいよやばくない、ちょっとそろそろやめて。そろそろやめて。もう、止まれ。止まれよ。止まれってお前。止まったか。やった。止まったらもうやめろって、もういいよ、もうちょっとやめてもういよいよ止まったらもうこれだいぶ足止まったぞ、予想外、まだ動く、あと2枚、勘弁してて。もこれ多分迷わないから、もしドローソースあるんだったらこれ止まったんじゃない、さすがに。ちょ、俺がもうやめて、もうやめろって、もうやめろよ、シャッフルリボン、だくそ、ワンドローか、やめろ、超和の法則、やべえ、嘘でしょ、正統派 VS 邪道は大体邪道が勝つって決まってんだよ、やばい、ちょっと待って、嘘だよ、嘘だろーい、嘘だろおい、どうなってんだよおい、どうなってんだ遊戯王、エクゾードフレーム起こしすぎー。